ボリス・ロージング・ボリス・リボビッチ・ロージングは、ロシアの科学者であり、テレビ例明機の発明家として知られている。オランダ系。1907年、受信側に、ブラウン管を使った、テレビシステムを着想した。ロージングはそのアイデアを具体化し、1907年11月26日に、ドイツで特許を申請し、さらに改良したシステムについて1911年3月2日に、 特許申請したその後、彼はデモンストレーションを公開し、その様子がサイエンティフィックアメリカン誌に図解入りで紹介された。ロージングの発明は、ポール・ニップコーの設計を発展させたレンズと鏡を回転させる機械式の殺像機と初期のブラウン管を使った受像機からなる。システムは素朴なものだが、ブラウン管をテレビに使った 世界初の試作例の一つであった。一般に、ウラジミールツ・ボルキンは、ロージングの弟子として、彼の実験を手伝ったと言われている。ロージングは1931年までテレビの研究を続けていたが、ヨシフ・スターリンによって、反革命の容疑でアルハンゲリスクに追放された。その後、関係者の取りなしにより、アルハンゲリスク州立工科大学で物理学を教えたが、 1933年に脳出血により亡くなり、同地の墓地に埋葬された。スターリンの死後の1957年に容疑が取り消され、名誉回復された。ありがとうございます。